環境省自然系職員レンジャーの働き方。この動画では環境省自然系職員レンジャーの働き方についてご紹介します。こんにちは、環境省自然系採用担当です。自然系に採用された後はどうなるのだろうと心配な人もいることでしょう。今回は環境省の自然系職員の働き方についてご紹介します。ご説明する項目はキャリアパスの例、総合職と一般職の違い、出向先、ワークライフバランスの取り組みの4つです。まずは環境省の自然系職員の仕事についておさらいです。私たちは国家公務員として環境省で働く技術系の職員です。レンジャーとも呼ばれています。主に自然環境保全に関する制度づくり、国立公園や野生生物などの現場に携わる業務を担っています。入省後数年間のモデル的なキャリアパスをご紹介します。左は総合職です。総合職は1年目は本省の自然環境局に配属されます。2年目にはブロックごとにある地方環境事務所や国立公園管理事務所など比較的職員数が多い事務所を経験します。3、4年目は自然保護官事務所など最前線の現場に出ます。その後は本省に戻る人もいれば出向する人もいるなど様々です。キャリア全体で平均してみると勤務地は本省6割、地方4割ほどです。右は一般職です。一般職は1年目から地方事務所に配属されます。最初の2年間は比較的職員数が多い事務所に配属され、3年目から現地事務所に配属されます。その後も地方を中心に配属されることが多いですが、人によっては本省勤務もあります。平均すると勤務地は本省2割、地方8割ほどです。総合職と一般職の違いですが、総合職は本省に勤務して制度づくりや組織のマネジメントに取り組む機会が多く、一般職は地方事務所に勤務して国立公園や野生生物の現場に携わる機会が多くなります。しかし自然環境の保全は本省と地方の現地事務所が車の両輪となって互いに補い合いながら機能しなければ実現できません。このため自然系職員は総合職も一般職も全国転勤しながら本省と地方の両方で勤務することとなります。他省庁や民間などとの人事交流の一例です。自然系職員の出向先には他省庁、地方公共団体、大使館、国際機関、大学、民間、法人などがあります。環境省の政策と全く関係のないところに配属されることはなく、例えば県であれば自然保護課など、環境、観光、地域振興などの関係する分野の部署に配属されることがほとんどです。環境省では仕事と私生活の両立、ワークライフバランスにも積極的に取り組んでいます。男女関わらず家事や家族の世話をしながら働き続ける人が増えています。テレワークやフレックスタイムも利用しやすくなっています。また計画的に年次休暇を取ることも推奨されています。残業はどうしてもありますが、少しずつ改善されているところです。自然系採用担当では業務説明会を随時実施しています。環境省採用自然系で検索してください。他
他にも知りたいことがありましたら、こちらのアドレスまでメールでお問い合わせください。